鴨井上,上飯田線は神奈川県横浜市における都市計画道路。鈴木区以子の部町を起点として朝日区二股川を通り、泉区上飯田町の境川手前までを結ぶ。全線開通時の延長は約1 3トルである。同市の三環状獣放射道路を保管するために計画された。都市計画法に基づく名称は、 横浜国際港と建設計画道路3.412号、鴨井上井田線。鴨井七丁目の整備終了地点起点側は、鈴木草江戸町の三王前交差点で、神奈川県道45号、丸子中山茅ヶ崎線と接続しており、同区以古の部町の出先橋交差点から、緑区鴨井の鴨井5丁目交差点付近まで整備が完了している。 同交差点付近では同じく都市計画道路の山下、長津田線と接続し、鴨井7丁目までは一応道が続いている。以降、未整備区間となっているが、荒井小学校付近から朝日プール、入口交差点までは細い道が続いており、同交差点から国道16号に接続するしも、白根交差点までは整備が完了している。その後、朝日草地が丘までは、 再び未整備及び工術の事業中区間が続くが、道区元宿町付近では同じ区都市計画道路の、ほどがや二股川線と接続する計画となっている。2020年時点で、元宿町幸が、岡区間において、整備事業が進行中である。詳細は、公設、元宿、二股川地区幸が、岡地区を参照。桃源内交差点札が岡以降の終点側は、 都市計画道路の中田幸が岡線と接続する桃源台交差点付近まで細い道が続き、同交差点付近からアクは交差点付近までは整備が完了している。この交差点で神奈川県道の401号瀬赤潮線及び402号アクは鎌倉線に接続し、その後は環状4号線と接続する日向山団地中央交差点を通り、 泉区上飯田町の境川手前まで一応の道が続いている。なお、将来的には境川を渡って山都市川まで接続、さらに延伸する計画もある。2008年5月に横浜市道路局より公表された都市計画道路網の見直しの素案を踏まえて2016年3月には優先整備路線の改定版が公表された。これによると本線は 全区間が計画存続となっていることから、事業が進行中の、元宿、二股川地区幸が、岡地区に続いて、その他の区間でも順次事業着手していくものと思われる。本事業及び、二股川駅南口地区の再開発に伴い、二股川駅前にあった写真の建物はすでに解体されている、相鉄線と JR 及び、 東横総合直通線の開通に向けて2018年3月まで、二股川駅、南口エリアの再開発が行われたが、本線も、同駅南口付近の地下を通るため一体整備が行われている。2020年時点では、元宿地区側と、幸が、岡地区側の双方で、整備事業が進行中で、横浜市道路局では、 本区間について2022年度末の完成を目指している。なお、二股川駅南口付近の本線トンネル上部土地利用に関して横浜市が利用者の募集を行い、2021年3月、東部武,武道山による自動車駐車場、自転車駐輪場、多目的スペースの利用に決定した。この区間の開通により前日のほどがや二股川線及び ほどがやバイパス、中田幸が、岡線との接続強化、さらに、二股川駅、南口エリアへのアクセス向上が期待できる。本線内の整備計画のうち、元宿地区、元宿、二股川地区、幸が、岡地区で整備が進められている。以下ではこれらの地区については、ひとまとめとし、事業区間内における各地点の特徴を解説する。本事業における、 スタート地点では都市計画道路のほどがや二股川線と接続している。なお、この路線はほどがやバイパスへのメインアクセスとなるため、本線と並行して整備が進められている。本線はそのまま直進して、ほどがやバイパスの高架下を通り、二股川駅方面に向かう。二股川駅南口交通広場より北東側に下った地点にあたり、 道駅もよりの踏切である、鶴ヶ根十号踏切からの道路と、左近山方面からの道路が交差している。本線は、二股川駅、南口エリアの地下を通ることとなるため、この地点付近では大規模な工事を行い、本線のトンネル及び左近山形面に向かう、接続道路、トンネルによりもともとあった道路が使用できなくなることから、新たに、 二俣川駅南口の交通広場に接続する道路が作られる計画となっている。本線はトンネルを抜けて少し行くと既存のバス通り、マップと交差し、最終的には本事業における終了地点にてこのバス通りと合流する計画となっている。なお将来的には本線はさらに直進して、桃源台交差点付近まで広い道路の整備が計画されている。 ありがとうございます。